ービン様、シルビア様はずっとこの刺繍を好まれていたのでしょうか。虫の刺繍だろ。不思議に思って聞いたことがあるが、自分の心だとかごまかされたが。虫の名はレディーバードと言います。エイデル領は春になると領地一帯を埋め尽くすほどのエイデルの白い花が咲きます。レディーバードはその花にのみ寄りつきます。そのためエイデルの花はレディーバードなしに受粉しないと言われており、ゆえにレディーバードを別名花守り虫と言います。生まれ育った地を守ってみせる。戦場にしたりはしない。エイデルの花を守るレディーバードのように。